さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。まあ、試合のポイントなんですが、どのあたりになりますでしょうか。そうですね、難しいんですが、まあ、いかに得意なポジションにつなげられるかが鍵になると思いますね。となりますと、タックルでいかにテイクダウンを奪うかと。そうなんじゃないでしょうか。膝を入れていきます。掴んだ。ストマックに突き刺さります。ローキック、そのまま倒してまいります。ブロックします。下から返してまいります。足を絡めます。マウントを取ります。馬乗りから装丁を打ち込む。マウントからショーダーを入れていく。抜けてまいります。ローを打ち込みます。行くのか。投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。張ってまいります。組み合います。ボディスライムで叩きつけます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者との気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗までがいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああ、そうですか。ストマックを狙ってまいります。ちょっと間合い取った方がいいですね。危ないですよ、ね、ちょっと距離を取りたいですね。ダウン、ワン。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。この長い三ツ矢、そのキックの切れ味はまさに強盗の異名を持ちます。 UK マットで揉まれていたこの男、その格闘センスは侮るわけには参りません。受け身を取れない。ジャーマンスープレックス、ニードロップ、膝へのキックです。張ります。掴みます。強烈に打ち込みます。逆に返します。組みに行きます。逆に倒します。ニーリッド、ノンジャッジ。嬉しいに取ります。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。ストンピングです。ロックアップ、逆に投げてまいります。膝十字固めに移行します。2位を突き上げます。組み合います。返してまいります。マウントに移行します。外してまいります。掴みます。強烈イノクライラーボリの陰りだ。足を取った。膝十字固め。掴んだ。キック、ものすごい。ダウン、ワン、ツー。ローを打ち込む。組み合った。あと逆に返した。ローキック、危ないですよ。はい、ガードした。支えません。ブロックした。ブロックした。逆に上を取った。外した。ガチッと組み合った。逆に返した。起こした。あと逆に捉えた。足を決めていった。完璧の母の胸に抱かれました。すごい顔で打つ。はった。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。
かなっていくのか。ジャンプしてのフットスタンプ、回転掴んだ、膝頭を入れていく、サイドを通った、今とりあえず叩きつけましたよ。はい、掴んで、逆に蹴っていった、腕を回した。